この列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の空も誰もの口で、海にだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメが泣いていました。ああ津軽海峡冬景色、北の外れと見知らぬ人が指をさす。生きれる曇る窓のガラス吹いてみたけど、遥かに霞が消えるだけ。さあよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する、泣けと